皆さんこんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしておりますさてさて私の外出機をご覧いただきたいと思います今回はちょっと小規模な鉄道博物館ですてっちゃんの方ぜひご覧くださいはいこれ何ですかデゴイチってやつですか 多分ね私はてっちゃんじゃないんであんまり詳しくないんですけどはい周りにてっちゃんがいたんで「デゴイチ」という言葉ぐらいは知ってますはいこれはもっと古いですね多分相当古いですねはいへえんかノスタルジックですねはいあこれもなかなか古いですねこの上にあるのは煙突ですか すごいですね。へえ、このま、なんか、これ、これ、これ,これ何ですかねこれ。これ何なんでしょうね。<laughs> はい、次行きましょう。ああ、これ横から見た図ですね。はい。かっこいいですよね。見た目。ね。なんかね、機械系僕好きなんですね。やっぱりね。なんか。はい。はい。あ、これは これはギリギリリじゃないです、ねはい、あこれあれじゃないですか何だっけ御用列車じゃないですかこの菊の門はね御用列車ってこんな時代からあったんですねあこうやって日の丸がねはい2個2個じゃない何、えー、て言いますか2枚でいいんですか旗,旗ってどうやって数える前ですか2枚ですか、まあ、ちょっとよくわかんないですけどすいませんあの額が足りないものではい次行きましょう。 はい、新幹線です。はい、もう初期も初期ですね。はい。いやあこれにはあまりノスタルジックな感情は湧きませんね、私は。はい。何ででしょうね。はい。まあ、てっちゃんだったらね、まあ、ノスタルジックな感じ湧くかもしれないですけど。はい。でも、これ、引退しましたよね。残念ですよね。はい。次行きましょう。はい。これもデゴ位置じゃないんですね。 これ何なんですかデゴ位置より上なんですかけど C って書いてますからね D より一応前のアルファベットですよねはいそうですねはいあれこれこの鉄道博物館でかくないですかこれ鉄泊かなもしかしたらまあいいやはいはい富士と書いてあります富士あの形もちゃんと富士となっているというなかなか いい感じですね。はい、これ、御用列車じゃないんですかこの内装、すごくないですかねえ、内装があまりにも勝者ですね。はい。次行きましょうか。はい。あ鉄泊、やっぱり鉄泊だ。鉄泊じゃないですか。これ、子供が乗れるようになってたはずですね、確か。おもちゃみたいなやつです。はい。 はい。以上になります。画面戻します。いかがでしたでしょうかまあ、てっちゃんはね、おうおうおあ、見た見たそれ見たよみたいなものとかあったでしょうけど、まあ、あ、懐かしいなみたいに思っていただければ幸いでございます。はい。ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。